ECC 法人向けサービスは企業研修で確かな英語運用能力をサポート社員の方々の英語力診断実施中 ECC が二をお知らせします久米宏ラジオなんですけど。 夏の夏がやってくるミスターテケテケドンンウィルソン最後の日本ツアー TBS ラジオ主催「ベンチャーズジャパンツアー2015」9月6日日曜日中野サンプラザただいま各プレイガイドでチケット好評販売中お問い合わせは M&I カンパニー0354538899または TBS ラジオのホームページイベントナビゲーターまで TBS ラジオ九五四ゲストコーナー今週のスポットライト香川博さん千九百二十四年生まれ九十歳の現役のサッカー記者です横浜と並んで日本のサッカー発祥地と言われる兵庫県神戸市の出身。 学生時代は選手として活躍サッカーの強豪九姓神戸一中と神戸経済大学で全国大会優勝や天皇杯準優勝を経験しました1952年27歳の時に産経新聞に入社スポーツ記者のキャリアをスタートその一方で大阪のクラブチームの選手として天皇杯で準優勝しました ワールドカップを初めて現地で取材したのは1974年の西ドイツ大会。以来、2010年の南アフリカ大会を除いて、去年のブラジル大会まで10回のワールドカップを取材してきました。長年の功績が認められ、今年1月、日本人で初めて FIFA フフ会長賞を受賞。記者歴63年、現役最年長のサッカー記者。 香川さんが今日のゲストです、香川さんですこんにちは。今日は、あの、ちゃんとスーツをきちんとお召しになって、はい、真っ白なワイシャツに綺麗なカラフルなネクタイを締めて、はい、眼鏡をかけてらっしゃって、神戸から新幹線でお付きになったばっかりと聞きましたら。そうですね、朝9時40分かなんかで新幹線で来ました。新幹線の中であの原稿を書いてらっしゃった。 うん、あのちょっとね、<laughs> あの、やり残しの仕事があるもんで、ええ、それのメモを思いっぺに作り直してたところなんですがね。あの、僕、20歳年下なんですけど、ええ、あの、新幹線って結構揺れるじゃないですか。ええ、本読むのも疲れるし、ええ、あの中で原稿を書くっていうのはかなり難しい作業じゃないですか。ええ、あの、望みはね、あの、メモしか書けないんですね。はい。で、あの、光だとね、あの、揺れがね、ゆったりなんでね、原稿用紙の上に、 本当の原稿も書けるんですけどね、あ光だと書ける、はい、でこ乗り物の中であの、写真拝見しても、飛行機の中で原稿書いてらっしゃる写真がたくさんあるんですけど、はいはい、飛行機に乗っても、ほとんど原稿書いてらっしゃるそうです、飛行機は、まあ、一番揺れませんしね、揺れたら大変ですけどね、見れないから <laughs> あのあの、多少書きやすいですね。うん まあ、乗り物の中で書いたせいもありますけど、原稿に書いた文字は、綺麗な読みやすい字ですよね。<laughs> まあ、あのー、若い、若い医者、若い医連中はみんなそう言うんですけどね。<laughs> えー、だから、い、え、ま、ー、だにワープロで打たないもんだから、はい、それを活字にするためには、一遍誰かが打ち直してくれなくちゃいかんので、それが大変だということになっているようです。 今ご紹介したその27歳で新聞記者になって、それからずっと基本的にスポーツ記者をやって、サッカー専門にお書きになってるんですけど、まあ27歳っていうのがお仕事のスタートとしては、今の時代から考えるとちょっと遅いんですけど、それはその前に戦争があったから。まあそうですね、はい。あの、陸軍の特別攻撃隊、つまり特攻機に乗っ、 操縦の見習い生だったっていう。はい、ええ、あの、これは陸軍特別操縦見習い士官という制度がありましてね、はい、それに学生から行くと、その、早いうちに、その、まあ、治療教育なんか割合はしょってえ、飛行機の技術教育を、あの、早くそ、あの、速成で仕上げていく、やり方があったんです。朝鮮にあった基地でレトレーニングしてらっしゃったええ、あの、北朝鮮のヘジェっていう町の近所にある、 えー、芸洋という飛行場で、えー、ず赤い訓練機にね、訓練しでる練ですか要するにあの、えー、陸軍では特攻隊のことを、都合部隊、ひらがなで、都合うん、もう略語ですよね。特攻隊の都なんですかね。となんですよ、ひらがなの都なんです、ご <laughs> く,く簡略でね、えーえー、だから統合部隊戦闘要領なんていうのがちゃんとあるんですよね。はい それはあの爆撃隊戦闘要領と一緒でね、ごく一つの文化みたいなもんですよね。うん、ぶ,あのぶつかるための,あの演習の仕方が書いてあるんですが、ね、それを統合部隊戦闘要領と言うんです。うん、爆弾を積んで体当たりするそうですね。爆心衝突しという,うのが、あの、あのあの任務なんです。爆心衝突し、敵の艦船艇に、爆心衝突してこれを筆致し、もって全軍戦勝の根拠を確立するにあるというのが、統合部隊の目的という第一条に書いてあるんです。<laughs> カファさんは何でも覚えちゃうタイプですかいや、まあ、そこだけは大事ですから覚えてますね。<laughs> 今も覚えてるんだ、ね、で。赤い訓練機で、これを黒く塗って突っ込むんだっていうふうにお気になってて、てはい、で、そうこうするうちに、8月15日がやってきて、はい、で、あのー、それで、まあ、日本に引き上げていらっしゃる、確か山口に引き上げていらっしゃった時。仙崎港という山口の港に入りましたね。あの千人の仙田閣、く千閣ですね。あそこに入ってらっしゃって、日本に来て、それで、 もう中学校の時からやってたサッカーにまた戻るわけですかそうですね。戻まあ、サッカーは昔からの関係があって戻りましたが、サッカーばっかりやってたきりのある、まあ、学校、まあ、それでも多少は国立大学なんですけども、えー、そこで自分が本当にずっとここ出て将来何やるんだと。 いうことが分からなくてですね。あの、お兄様が有名なサッカー選手で,で、そうですね。ええ、その影響を非常に子供の時から受けたです受けました。はいはい、え兄貴がまあやってるし、まあ、自分もやりましたけど、兄貴もまあ始まから上手かったですからね。私はまあそれほどでもなくて、まあ、一生懸命やってたんですが、それそこそこのプレーはしましたけども、それよりも、その、私らの世代は、2歳上の兄たちよりも,もっと切実ですから、 戦争が、若い時に、2歳若い時からもう戦争が始まってますからね。お兄さんと2人も 2> <で>多分俺たちは死ぬんだろうってずっと話になってたって、だからそういうことで、はい、じゃあ、その24、45から向こうの人生なんて考えたことなかったから、大体25ぐらいまでは死ぬんだろうと思って、戸郷 <laughs>、えー、にいたし、<laughs> これは死ぬだろうと思って、戦争終わったんで、えー、何にも考えてなかったわけですね、人生、うん何。何するんだと、うん でまあ、それで、適当に学校に戻った人もたくさんいますけど、はい、僕はちょっとその辺がこだわりがひどすぎてです、ねえー、しばらくゴロゴロしてたんですね <laughs> ゴロゴロ。はい、その間あの大学へ行って、そのころ、えー、彫刻家の流れ正之などともあの親友になったりしましたけどね流れるという字に、政治のせいに、大変世界的な。はいはい もうそういうのと一緒にゴロゴロしてた時代もありましたけれども、まあ結局、サッカー、サッカー、学校やめてサッカーもやめようと思ったら、サッカーからは離れられなくて、で、ボール蹴ってる間に、新聞社どうだという話になって。あのー、<laughs> 当時はサッカーっていうのは、ほとんどの日本国民は知らないで、えー、特にその戦前の頃のサッカーっていうと、まあもちろん野球が日本は盛んで、その。 手を使っちゃいけない球技っていうのに、はい、お兄様の影響が一番あったと思うんですけど、なんでその、あまりほとんどの日本人は知りもしないサッカーにそんなに、あの、見入られたんですかいや、ただ、神戸という街はね、はいえー、外人の街で、で、フットボールはね、神戸の街ではね、野球ほどではないけど、野球につ、夏は野球やって、冬はフットボールやってたんですよ。サッカーをはい。 学校の授業ででもそうです神戸はそうだったんだ、はい、で、みかげ師範という強い学校もありましたしね、神戸一中というのも全国大学で強かったから、うんえー、どうしても子どもたちはそういうふうになったんですね神戸の影響がすごく大きいんだ、はい、で。 まあご存知のように、戦前は野球と言っても、プロ野球はありませんからね。はい、夏冬の高校野球と。あと大学野球ですねで。で、東京は大学野球で総慶戦ありますけど、はいうん、関西は六大学というのはそんなにピンと今来てませんから。うん、だから、野球の、夏は野球をやって、僕らはまあ一番バッター、一番でショ,ショートストップで一番なんてやってましたけどね。うん、だけど、あの、冬になるとフットボールですから。 そうか。神戸は、じゃあ日本の中ではサッカーに関しては先進地域なんですね。先進地域なんです。はい。そこでお育ちになって、はい、で27になって、産経新聞社に入りました。ようやく話がそこまで来ました。その時の産経新聞って、文化部長が芝良太郎さんだったって。えー、文化部のデスクをやってましてね。芝良さんがタバコ吸いながら。えっとね、芝さんはね、 晩年は髪の毛が真っ白ですけど、だけど、あの自分からふさふさとした真っ黒毛のね、髪の毛で、最初から知るはずだよね、私がデスク、運動部のデスクしてたら、ずっと向こうの10メートルほど向こうに文化部のデスクがあってね、あそこに座ってましてね。 えー、風神雷神なんていう、その、コラムを書いてて、ものすごくうまかと目立ちましたね。さすがに拡張があって。当時からも、柴り太郎はすごいと。いやー、その、柴り太郎、全然そういうことを、私らは、あんまり周りのこと知らんもんだから、うちのデスクに、こ,これうまいですね、この人誰ですかって言ったら、うちのデスクが、あの、よそのデスクを褒めたもんだから、あの、顎しゃくって、 あそこ、あいつやと言ったのが福田定一さんです。<笑><笑>あ、そうなんですか。あいつだと。えー、が。はい、で、えー、サッカーの記事を書き始めるわけですけど、えーえー、話が飛んで恐縮なんですけど、ワールドカップってまだ日本人はほとんど知らなかった。えー、1970年のワールドカップにも行こうと思って、これは行き損なった。えー、そうですね。は、え、い、ー。行けなかったのはなぜですかいや、<は>行く用意をして、<laughs> 私は当時、サンケイスポーツの運動部長をしてましたから、はい、行く用意をして、 あの準備万端整えて、1か月あの留守させてくださいと言ったら、編集長が、運動部長の君がいなくて、新聞ができるわけないじゃないかと、だめだよと、それで一応、却下 <laughs> それで、特却下されてもワールドカップって4年に1回しかないですから、70年のがいかなくなると、次はもう74年しかないわけですじゃ今度は74年は行ってやろうと、ええ。 これは準備万端。準備万端と取れましたね。あの、立場は偉くなってたんじゃないですか偉くな,なりましたし、幸いなことにス、スポーツ新聞が独立,独立しましたから、どその産経新聞あ、産経新聞の中でね。産経スポーツ,がポーツ独立しましたから。はい、そうすると、やっぱり新聞社を設けないかん、独自でなんかしなくてはいかんということで、私は、僕が、僕が行くからあのその、その下のページに何回か広告を載せなさいと、広告をくっついて、そのスポンサーに頼んで、 でえー、紙代は広告にすが出すと、行く費用は、取材費は全部自分で持つと。自分で持つ、うん、だから自分で一番楽しいもの見るわけですからね、うん、ですから、生 <laughs> かしてくれ、その代わり飛行,か飛行機を落ちて死んだら、あの労災扱いにしてもらうんと、お袋があが大変だから、うんうん、ということ出張扱いだけは出張と、だから自費出張という形で出かけたんです そしたらよう断らんだろうと。<laughs> そしたらもうーケー。さすがに会社も OK、サンスポも OK して、ええ、74年のワールドカップって西ドイツ大会なんですけど、ね、これ初めて肉眼で見たワールドカップはどうでした、ええ、いややっぱり良かったですね。先週、まあプレーのレベルも高かったしですね。で、まああの年は全体にいい選手たくさんいたんです。はい、でまあ、とりわけ決勝がね、オランダと西ドイツ。これがね、 クライフ率いるオランダ、そうですベッケンバーワー率いるドイツ、うん、もう歴史上の2人が対決して、大変な大会になったわけですから、はいえー、それが初めて見たワールドカップだったっていうのも、がいいや、ですから、ワールドカップはせめて1回だけ見ようと思って行ったのが、その後10回も行くはめになっちゃう、ね。<laughs> 10回行ったって、4年10回だから、<laughs> 10回行くのは大変なとこだよ。はい 出たばかりの本なんですけど、90歳の昔話ではないっていう、この西ドイツ大会で、その、クライフっていうのが出てきて、オランダで天才ですけど、彼が率いてきたオランダチームが、今までと違うサッカーを始めて、これがあの、決勝に行く前に、ウルガイと対戦するシーンが、この本の中に出てくるんですよ。これがすごいんですけど、 対ウルガイ戦になって、オランダ、クライフ率いるオランダがウルガイと戦うわけですけど、ウルガイが、あのー、当時レッドカードってまだなかったんですよ。レッドカードは74年終わったんですけど、一人退場になって10人になるわけでダがオランダのウルガイがね。それに、えー、オランダが攻めていくわけですけど、このウルガイがね、一人減ったもんだから、 ガチガチに固めるんですよ。ガチガチに固めても、もうゴール前並んじゃった横になっちゃったり、ガチガチに固めその中でゴールキーパーがすごいんで、このウルガイの。この間のね、シンガポールのゴールキーパーみたいに、とても破れないよゴールキーパーで、これで、オランダがね、打っても打ってもダメなんだゴールキーパーにハバらまいちゃう。どうしてもゴールが割れないシーンが出てくるんです。その時オランダが考えた作戦って僕、この本読んで仰天したんですけど、 どういう作戦だと思いますもう、ゴールキーパーが当たりに当たって、どうしてもゴールが決められないの、オランダが。はい、ウルガイが固めて、ゴールキーパーが手出したところにボールが行っちゃうだ。あのシンガポール戦と同じ状況なんです。何かで気をそらす。あなたは天才的です。あのね、オランダが何したかっていうとね、シュートのタイミングを遅らせるんです。へ ね。えー、これすごいとつまりね、シュート打つぞって思うときにね、はい、ウルグアイのゴルフキーパーは本能的にわかるんですよ。はい、パスコースが、シュートコースが開くじゃん。来るぞって思ったときにね、行くとね、防がれ,れちゃうんです。だから来るぞって思ったときに打たないんですよ。はい、ワンテンポ。キーパーにゴール打たないで、脇にパス出したらやるからね。<laughs> そうするとキーパーは瞬間的に全身に神経を張り詰めたのは、はい、パッと外されちゃうわけです。うんだから神経がトゥッと、あれ打たないんだ。うんで、次また来るぞって、また打たないんだって思って、 打るうちに、つまりゴールキーパーの張り詰めた神経が途切れるまで、打つタイミングを遅らせるそれで最後に打って、ゴールキーパーが、さすがのゴールキー,キーパーがね、あジョーってオランダが決める、<laughs> こんな作戦って実際にあったんですかあの、まあ、その意識的にやったかどうかは別としてね、はい、彼らはやっぱり、あの実際の、まあ、体で選手というのはそういうのを覚えてますからね。いあの 入,るあの入れるとなった時にあのもう一つ外した方がいいというのでずらせるわけです。うん、これずらせるというのはねあの、日本のサッカーの考え方には、ね、なかなか少ないんですよね。要するにみんなあの 子供の時から朝早起きていきな、早お飯食べて行きなさいって生活されてますからね、<laughs> 速攻は得意ですけどね、うん、ずらせるというのはなかなか少ないんですよね。特にシュートを遅らせるんですもんね。ね絶好のチャンスがあるのに、打たない。ちょいと遅らせる。でこの間のシンガポール戦をご覧になりました、もちろんね。えー、あれであの向こうのゴールリーパーが小柄なんですけど、やたらファインプレーを連発して、えー、僕、これを読ってあのシーンを思い出して、はいはい、あれはうちに打っても駄目だった。えー あれは遅らせるって作戦はありえましたありますねそれ。それに、まあ、要するに遅らせる。それから、ゴールキーパーの,あの、その、親と思わせる。こっち行けると思ったのにこっち行けたと。それは出てもね、そういう場合があるとゴールキーパーは迷いますから、ね。あれは全部山が当たってますから。だからもう少々あのなところへ来ても手が伸びて。で、また、また、 まあ,あ,のあのシュート全体は高さといいね、えー、速さといいね、あのゴールキーパーに強度の高さでいってるんですよね、うん、速さはね。あの大きくないゴールキーパーで、うん、割と小柄なキーパーで、うん、でも手を伸ばしたところにいっちゃうっていう。うんあの 要するに膝と肩の間の高さでボールが飛ぶと、ゴールキーパーは、これはどの大きさのゴールキーパーでも取りやすい、んですよ,ですですよ膝と肩の間に行けば、えー、膝と肩の間の高さであればね、それより上だったら、こう飛ばないといけませんからね、うん、右手を飛ばしていとない上へ飛ばないかんから難しいんですよね、横へ,横へ飛んだら、大体この高さ、どっかに当たりますいきますからね、そういう点から見ると、あのあ,のあ,あいう時でも、もうちょっと落ち着いて、少し上を蹴るとか、それから、 自分で踏み込んで、えー、こっちへ行けるのをまっすぐ蹴るとか。左へ蹴ろうと思ってるんだけど、本当はまっすぐ蹴っちゃう。逆に。初 <laughs> めにそういうジェスチャーをして、こっちへ行けるとかね。そうすると、ゴールキーパーは、相手の踏み込みの足がこっちを向いてるから、こちらだろうと思うのを、まっすぐこっち蹴るとニ、ニアサイドで蹴っちゃうと、入るという。 入らなくてもつまり軸足の足のつま先の向きで、キーパーがこっちへ来ると思ってくれそうそうそう。そのつま先の軸足の,きあの向きとは違う方に蹴る,るということぐらいはやれば。やれば、あの、親と思いますから、ゴールキーパーは。自分の山が当たらなくなるから、そうすると、あの、面白くなるわけですよ。あの、香川さんのサッカー記事って、まあ、これ10回分のワールドカップが全部書いてあるわけですけど、えー、その、サッカー記者にしては、 とても珍しくあ、もちろんずっとサッカーの選手親になってたこともあるんですけど、非常に技術的な解説、技術の解説、テクニックの解説がとても多いっていうのが特徴だと私聞いてるんですけど、それはご自分で今のその、切る方、切る、蹴る足の向きを瞬間的に変えながらシュートを打った方がいいっていう、高さも変えた方がいい。膝と肩の間じゃない高さを打った方がいい。 これはご自分がサッカーやってたから、こうはそうです。自分がゴールに向かって蹴ってましたから。フォワードだったんです、ずっと、ね。フォワードでしたし。であの、えーあの3年、3年生の時なんかは、その下働き、マネジャーの下働きですから、これはあのみんなが練習している間に、そのサブのゴールキーパーを,を別のところでシュート練習をする、そのシュートを蹴ってたわけですから。 それではとっても勉強になったって、はい、あの、聞きました。ああゴールキーパートレーニング用のシュートを打つ役をやってたら、うん、シュートが上手くなってきたて。届くか届かないところへ蹴ってやらないとゴールキーパー飛びませんからね。うん、まあ、あうやっ蹴ったってね、練習になりますからね、えー。そうそうそう,そう。うん、ですから、それ、それをやってると、えー、二人ゴールキーパーを打ったら、一人右と左30本ずつ蹴りゃ60本で、二人俺は百1分0一日蹴ってますからね。すごい数ですもんね。はい らそれは自分で気がつかない。年取ってから、ああ、あれだったと思った、ね。<laughs> あの練習が良かったんだ。それがあのフォワードの勉強にもなったし、<laughs> えー、新聞記者となってもそれは勉強になった。ありました。はい、ちょっと日本代表を離れるんですけど、香川さんが偉いのは、女子サッカーもよくご覧になってる。はい、今、あの大会の真っ最中ですけど、なでしこどうですか今年。 いや、まあどちらかというと、今年はしんどいだろうと思ってたんですがね、はいまあ、それでもちゃんと3つとも勝ちましたからね、うん、で相手はいくらその、その、どうですか、FIFA のランキングで上の方じゃないと言っても、うんまあ、ワールドカップの予選、勝って出てきたわけですから。 で、まあ、カメルーンみたいなとんでもない選手のいるようなチームともやりましたしね、うん、それを相手に、えー、三つとも勝つっていうのは、やっぱりしっかりしてますよね、彼スたちは。これからノックダウン方式になってくるわけですけど、えー、どうですかねこの間のような奇跡は起こるんですかねまあ、ノックアウトでね、まあ、相手はオランダ、次はオランダで、まあ、大きいですけれども、うん、あの、このチームは、あの、 この前の男の,あの男子のチームがちょっと監督さんの言ってることが強く取りすぎて、試合中に融通しかなかった。今度は監督さんも同じように、やっぱり縦をやかま、言ってるんでね、うん、ちょっと縦が多すぎて、えー、それも長い距離の縦パスが多いんで、ちょっと心配してるんですけど、それでもやっぱりサイドからボールを入れて、えー、点の取りやすい形の攻撃にして、えー、点を取ってるのが、 ちゃんと4点のうち3点ともそうですからね。うん、だからそういうことは自然に今身についてますから、なんとかするんじゃないですかね。あの、なでしこのことを書いた記事の中で、その長里さん、えー、っと、あの、今、えー、っと大栗さん、固、うん、有名詞を忘れないって何ですか <laughs> いや いや、よう忘れますやっぱり。<laughs> あの、大泉さんが、はい、まあ、どうしてずっと訓練しといて頑張ってるってこともあるんですけど、はい、非常に評価高いですよね、はい、香川さん、大泉さんに対して、はい、大泉さん、急成長してるとおっしゃってますけど、はい、そんなよくなってますか、はいはいあの。いわゆるセンターフォワード的な、前のストライカーですね、トップのストライカーとして、その日本の歴史の中でも、男女通じてもね、非常に良い,い方にいますよね。 男女通じて大暦というストライカーは素晴らしい。えー、いいところにいますよね。つまり、河本やそ,うそういうのと比べるとね、ちょっと別ですけど、あのあの全体としてあの非常にあの日本の歴史の中でも、上の方の方センターになりますねどこがいいですか、大えー、ボールの受け方もいいしあの、シュートは右も左もできるし、えー、ヘディングもできるし、えー、いわゆる何でもちゃんとできますし、それから。 えー、自分がこ、この大会では自分が潰れてあの味方に入れさせるようなね、クロスが飛んできたときに、一緒にゴールキーパーとあの重なって、ぶつかって、でもその次のものに入れさせるとかね、うん、そういうことも覚えてますし、ねうん、ま体自分の体を投げ出しておとりになるみたいなこと,をやると、えー、こもできますしね、うん、いつだったか、ドイツとのうんあるうんポルトガルでやった試合の時に見,見ましたけど。はい もうゴール前に突っ込んで、でんぐり返って落ち、落ちていくときに、その体が裏向けになり,がな,なりながらでもね、ボールの方をじーっと見てるんですよね彼女はボールから目を離さないところが素晴らしいっておっしゃってますよね、はい、ねずーっと、どうなってもボールから目を離さない、はいはい、すごいですよね。ハンターみたいなもんですね。はい、でさっきちらっとおっしゃいましたけど、男子の方ですけど、はい、ちょっと監督の言うことをまともに全部聞きすぎちゃってって、ちらっとおっしゃったんですけど。はい <laughs> これはあの、まだ二次予選始まったばっかなんですけど、今回どうですか男子だから監督さんもちょっと反省したじゃないですかね。あの、どれくらいの強さで行ったら、どれくらいの効果がありすぎるのかな、あの、というようなことも考えたかもわかりませんね。だけど、本当はあれくらい年季の入っている選手だった、選手たちは、試合中にこ、れこれはちょっと、監督が言ってたやり方と会員と相手の、 守りが前のチームと違うんだから、前のチームのような簡単にはいかんぞということを考えないといかんところですが、ね、まあシンガポールっていうチーム、僕も久しぶりに見たんですけど、ず、はいぶん変わっちゃって、今までのシンガポールと、別のチームみたいになってたんで、ちょっと驚いたと思うんです、選手たちも。うん、まあ、東南アジアのチームも、ああやって守備,守備をあれだけ訓練してね、うんああ、ああいうふうにさせたという、ドイツ人の監督さんが。 100点ですよね。あの白髪のじいさんが、<laughs> ちょっと出るの <laughs>。<laughs> あの監督が偉かった。<laughs> そうですね。僕はあの、いろんな国のチーム、まあ代表チームですけど、日本の代表チームってさっきおっしゃいましたけど、ちょっと監督の言うことを聞きすぎっていうか、監督によって変わりすぎって言いますかね。あまりにも監督の言うことを聞きすぎてるんじゃなかった気が、素人ながら少しするんですけど、うんうん。まあ、まあ一つにはね、あの、ただしまあ、 監督は人事権持ってますから、言、はい、うこと聞かないと、試合に出してもらえないと。<laughs> プロだから、やっぱ試合に出ないと困りますわね。うんええ、だからそういうことも昔の、それこそ私たちがやってたアマチュアの時代とは、そこんとこはまだ悪く違いますからね。うん、だから、あの、今の選手は気のですけど、また逆に言えば、ちょっと、うん、真っ正直すぎるというのかね。ヨーロッパだったら、監督の言うこと気に食らうんだら、さっさと喧嘩して、はい、あの、 出ていく選手もいるぐらいですからね、うん、まあそれほどしなくても、やっぱりこ,この場合はこう,こうじゃないですかと、もっともっと親しくなって、いくら監督が偉くても、試合中でも気がついたら、ちょっとやり,やり方こうしたいんだけどと言えばいいんですよね、うん、そういうふうにな,ったなればあの、もっと楽にもともとみんなうまいんですからね。うん 勝てると思いますよあの、この間のブラジル大会にはいらっしゃって、その前の何アにちょっとあの、腰痛の具合でね、いらっしゃれなくて、今度のあの、ロシアですけど、はい、あのあ、行くって僕どっかで読んで、えー、<laughs> あの、大丈夫かいなと思って、今お話をお伺いしたら、はい、何の問題もなさそうですね、いやいや,いやこれはちょっとどうかわかりませんけどね、まあ、まあ、まあ、あの、もし行けばですね、 えー、九十三歳と七ヶ月か、うんえ。だから、あの、歴史上、ワールドカップに出題した最高年齢になる,なるとあ、ちょっと、ちょっとおこがましいかなって言ったら、あのセルジオエチゴという仲間が、そんなもん先生生まれたやつは勝ちですよと。先生生まれたんだから、っら勝っていいんだと。年の問題は。<し> <laughs> だからその都市、都市で記録できる間、いいいいいいい一緒に行きましょうやとこう言ってるわけです。ただブラジルもあの移動距離がすごい長かったですから、広い国で。えーえー、今度のロシアのワールドカップも、まあどの辺でやるかもう詳しいこと知らないですけど、結構移動距離長くなるんじゃないですかそうですね。ですけど、まあ、モスクワまで行ってもブラジルの半分ですからね。うん。飛行時間はね。 そうか、ブラジル、と真裏ですからね。えー、モスクワはまあ近いと、えー。ブラジルはダラスまで10時間。ダラスからあのサンパウロまで10時間ですからね。で、ブラジル国内、またサンパウロから、えー、3時間乗らないかんですから。うん、それよりはまシですよね。まあ、ソ連、ロシアは隣国ですからね。いわばね。<laughs> 遠いですけど。<laughs> 見通しはどうですかね、日本代表。少しはなんとか、また16までは行ってもら,いもらいたいと思うんですけどね。あ、もう、もうぼつぼつね、日本の そのサッカーのスケールとしても、はい、そのレベルとしてもね、えー、上へ上がっていい時期だと思いますね僕、この本を拝読してて、あの各プレーのプレイヤーの動き一つ一つ、全部、これ、覚えてらっしゃるんですかでまあ、書けばそうなりますよね。あの <laughs> ど、どうなんですかねあの、マラドーナの神の手の後の何人抜きかのあれなんかもこと細かに書いてあるじゃないですか。ここでかわして、こっちへかわして、右から誰が来たのかわして、左のインサイドでどうしてって、これ全部覚えてる。覚えてます。で、アレもね、実は、あの時スタンドの上からね、 自分でも望遠なしで撮ったんです。これあの、なん、なんとなく、なんかやりそうだと思ってね、<れ>撮ったんですあれ、マラドーナが持ち始めた瞬間でカメラを下から撮って。うん、自分に持ってたやつね、撮,撮ったのあるんですよ。写真拝見しましたけど、はい、あれ、今みたいに、チャ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 ってんじゃなくて、まくすんでしょ、一枚ずつ。いや、ですでから、ガチャガチャガチャって、<laughs> 個、5個もぐらいしか撮ってないんです <laughs> あの時、マラドーナが持った瞬間、これは何かが起きるぞ。うん、なんか知らないけど、そんな気がしましてね。うん、350の、あの、重いレンズを持って、望遠レンズで撮ったんですよね。うん。うん あれ、あとでフィルム見て、あの映画の方のフィルムで驚いたんじゃないですか、あのゴールは。うん、えーね、いや本当に、それと同じことを今、メッシなんかもやりますからね、うん、サッカーはいい選手というのは出てくれるから、楽しいですよね,やっぱりね日本からマラドーナとかメッシとか、ああいうタイプの選手が出てくる、身長はそんな変わんないですよね。 いや、もう、そのうちに、出てくるでしょう。来ますかうん、まあむ、まあ、出てくるでしょうって無責任な言い方ですけどね。しかし、そのためにこれだけ盛んにな,、えー、なってもらうように皆が努力したわけですからね。えー、あの昔から考えると、この J リーグも含めて、驚くような日本のサッカーって変わりましたよね。うん、そうですよね。したら、あの、底辺が広がれば当然、世界レベルに行くはずだ。えー うん、だから、その外国のなじみの記者に、えー、あの1968年に釜本國重が,がいたのに、えーの、これだけサッカー、あの2000年、えー、21世紀になって、な、ま、んで釜本は出ないんだと言われまし <laughs> なんてお答えになってるんですか、まあ、そのうちにって言ってんですね <laughs> <laughs> 僕ね、早稲田の釜本同期なんですよ。 そうでしたっけそうでした、ね、<laughs> 偶然なんですけどね。<laughs> ねたまたまどうで,すそうそうです。そうですね。はいはいはい。どうも今日はありがとうございました、ね。ありがとうございました。今日のゲストは、記者生活なな <laughs> 63年、お年90歳の現役最年長サッカー記者、香川博さんでした。香川さん、ありがとうございました。ありがとうございました。勝手、ね、なことを <laughs> どんどん。ありがとうございました。はい 来週6月27日のスポットライトのコーナーには〉